ていう。この間大阪に向かう車の中でさ、パイちゃんとなんかサイコパス診断みたいなやつを大井さんにやってたけど、ことごとく当てはまるんだよ。だからもうおっさんはサイコパスなんだよって。そうやな、僕サイコパスかもしれへんなとか言って、自覚あり。サイコパスの人ってすごい魅力的な、なんかすごい話術が、話術に長けててっていう人が多いらしいんだよね。頭の回転早いし、こう言ったらこの人にはなんか通じるみたいなさ、なんかノーと言わせないための話術とかすごい大石さんは持ってるから、マジでサイコパス。そうなんですよ。でも本当にその通り、その話術で今のミンハピがあると言っても過言ではない。大石さんのおかげで今のうちらがあるというのはその通りね。人の感情がわからないんだっけ、で合ってる？悲しんでる理由がわからんとかそういう感じなのかなね。感動系の映画一切泣けないとか言ってたもんな。頭いい。そうね、なんか人のなんて言うんだろう、懐に入るのがうまいっていうか、そういうこと。今縫ってます。私向き間違えてないよね。間違えてない。うぃー、実は前一個アイマスク間違えちゃって、表裏間違えて縫っちゃってね、それを不良品不良品を一個作っちゃったの、アイマスク。これもうちょっと下にしたら手元が映るかな。手元を映してるとなんか下手くそって言われそう。す？見えてる？見えないね、全然ね、手元ね。チラッと。なんかやらしい角度になるな。まあええか。よいしょ。アイさんサイコパス決定。イエーイ。お、よいしょ。みんなお腹空いてどっか行っちゃったかな。待ってよ。まあ、糸が足りないかもしれない。こうやってねアニメとかを見ながらね、通常家でねずっとアイマスクを作っております。あ、刺さってなかった。うん、大石さんの案に結構乗せられてる現実。そうなんだよね。なんかみんなまたかとか思いながらも、でもちゃんとなんか乗せられてくれてるところを見ると優しいなって思って、話の分かる人たちやなって思ってる。あー、お腹鳴っちゃった。
あ、ゆきちじゃん、いらっしゃい。まあ、何してんの。よいしょ。じゃんじゃん、ちゃかちゃかちゃんちゃん、ちゃかちゃかちゃんちゃん。焦るからやめよう。はぁ、今からユニバ行ってくんの？いいなぁ。いつになったら県外の人も行けんの？お、お昼何食べてるん？実は家にたこ焼きがあってだな。これを一個塗ったらたこ焼き食べようかな。私いつも配信でご飯ばっか食べてるな。さっきも食べたのに。え、もう解除されたの？最初だけなんかユニバに入っていいのは大阪となんか関西の人だけみたいな感じやったもんね。年パス持ってる人は全国でも大丈夫。そうなんだ。持ってねえ。いいなー。そっかー。バックの渡辺淳之介もサイコパス系やったな。なんかいろいろ過激なものを考える人だったっけ。あー、糸が足りぬ。いいな。なんか遊園地系の年パス持ってたことないんだよね、実は。今までそんなに行かないからかな。絶叫乗れたらいいなって思うんだけど、絶叫乗れないんだよね。お仕事いってらっしゃい。頑張ってね。ありがとう、配信来てくれて。なんかみんな昼からの仕事が始まる時期だって時間帯なのかな。昼飯にドライ飲みながら食べてた。うえーい、いいなぁ。いいな、いいなぁ。昼から、ルービー。もうすぐうちらのビールも、できるんだね。レモンビールが。ビンタンみたいにうまくできたかなぁ。レモンビンタンみたいに、美味しく飲めるかな。いっぱいレモン絞ったもんね。手先器用。いやいやいや、全然だよ。もっと器用に作りたいけどうまくできない。ちょっとここいらで玉止めして糸を変えよう。超短くなってる。ソウリュはお酒強いの？強そうだもんね。よっと。玉止め好きなの。玉結びは好きじゃないけど玉止め好きなんだ。謎のこだわり。ミシン使ってるかと思った。よく言われる。でもね、この生地にねミシン使うとねすんごいデデ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 ってなるからやめてん。ミシン買ったのに。縫い物してる若い人久しぶり見た。ほんと ?9% だと49っていうシリーズが美味しい。へー、割り酔いしにくいのはありがてえって感じ。夜から始発までバーでハイボール飲んでたのが最高記録です。すごい。飲むとどうなるの？笑う？泣く？怒る？